私は優香。結婚7年目で夫の母と同居する専業主婦。義母は足が悪く介護が必要。5歳になる娘の妻もいて、私はとにかく忙しい毎日を送っていた。そんなある日、あれ？タケルのスマホだ。何これ？今日は楽しかった。本当は朝まで一緒にいたかったね。俺もマユミとずっと一緒にいたいよ。今度2人で旅行行こう。いいの？奥さんにバレるんじゃない？大丈夫、出張って言えばバレないよ。うちの嫁は鈍いから。いい湯だった。喉乾いたな。おいビール。おい優香、聞こえてんのか？ビールだって言ってるだろ。ねえタケル、これって何？あ、バカ野郎、何勝手にスマホ見てるんだよ。スーツクリーニングに出そうと思ってポケットの中を確認してたのよ。そうしたらスマホの通知が来て偶然見えてしまったの。タケル、あなた浮気してるのね。誰よこのマユミって。それは会社の人？違う、その昔の彼女。え？昔の彼女って私と付き合う前に付き合ってた人？キャリアウーマンで家庭的じゃないから別れたって言ってた。うん。どうして浮気なんてしたの？だってお前おばさん臭いんだよ。初対地見ててさ、俺より7歳も年下なのに女を感じないから。はぁ？マユミは俺と同い年なのに今でも綺麗だし、一緒にいると楽しいんだよ。何よそれ、私のせいで浮気したっていうの？一体誰のせいで初対地見てると思うのよ。私はタケルの強い勧めで専業主婦になり、家事と育児、それと介護を全て一人でこなしている。俺のせいにするなよ。女をサボっているのは自分の責任だろ。その態度、反省していないのね。もしかして離婚してもいいって思っている？そんなことはない。言っておくけど、そのマユミさんに慰謝料請求しますから絶対に許さないわ。ああ。マユミさんに連絡して、私が会いたいと言ってると伝えて。この時までは私は徹底的に戦うつもりだった。ところが数日後。慰謝料いいですよ。いくら払えばいいです？は？お金払えばタケルと離婚してくれるんですよね。提示額を払いますよ。あなたね、自分が人の夫を奪ってる自覚あるの？え？人の夫？そもそも私の彼氏を奪ったのはあなたでしょ？は？私とタケルは結婚の話もしていたのよ。それをあなたが横取りしたんでしょ？え？その話はいいじゃないか。ちょっと待って、私と付き合ってた時この人とまだ別れていなかったの？初めて聞いたわよ。黙ってないで答えてよ。あなたこそわざとらしいわね。知ってて寝とったくせに何言ってるのよ。知らなかったわ。だって別れたって聞いてたもの。ふーん、まあどうでもいいわ。でもあなたが私からタケルを奪ったのは事実なの。だからそろそろ返してくれない？返して？タケルと別れて。タケルはどうなの？俺は離婚したくないって言わないのね。いやほら、その辺はもうちょっと話し合おうよね。タケルって優柔不断で弱いところあるのよね。でもそういうところが可愛いっていうか、私は余裕を持って見てあげられるの。でもあなたは奥さんなのにタケルを見守るどころか頼り切って追い詰める。専業主婦だなんて恥ずかしくないの？専業主婦はタケルがなってくれって言ったから。そうやっていつもタケルのせいにしてきたんでしょう、この7年間。そりゃタケルも辛くて私の元に逃げてくるわよ。慰謝料も子供の養育費も払ってあげるって言ってるの。だからとっとと別れなさいよ。ごめんな優香、俺やっぱりマユミみたいな女じゃないとダメみたいだ。私は何も言えなかった。不倫相手にはお金があり、夫の愛情も私ではなくマユミにあるのだ。この7年って一体何だったの？タケルに言われるがまま専業主婦になって、子育ても家事もお母さんの介護も全部一人だった。そして最後は不倫で追い出されるなんて。それにしてもタケルにはがっかりだわ。不倫だけじゃない、私と付き合ってた時も二股していたなんて。もともとそういう男だったんだろう。マユミが言っていたように優柔不断で弱い男なのだ。うん、もういいかな。追いすがるほどの男じゃないわね、あいつは。きっと離婚しないって意地張ってもこっちの精神が消耗するだけだわ。お望み通り慰謝料と養育費をもらって別れよう。でもあの二人きっと結婚してもうまくいかないと思うけどね。タケルにはマユミさんも知らない秘密があるから。それからしばらくして私とタケルは離婚した。マユミとタケルに相場より高い慰謝料と養育費を一括でもらって、娘のサエと二人で家を出たのだった。それから半年後。お先に失礼します。はい、お疲れ。私は結婚前から持っていた資格を生かして再就職をした。娘は職場近くの保育園に入れることができ、離婚後はそれなりに順調な日々を送っている。サエのお迎えの時間まで少し余裕あるわね。コンビニ寄って行こうかな。優香。え？は？なんでいるのよ。仕事はどうしたの？優香に話があって、今日は午後休みを取ったんだ。
悪いけど、こうやって突然来られるの迷惑なのよね。もう私たちは離婚したのよ。わかってるけど、ゆうか、全然俺の電話に出てくれないから。話すことなんて何もないからよ。そんなこと言わないでさ、助けてくれよ。助けを求めるのは私じゃなくて、今の奥さんの真由美さんでしょ？その真由美についてのことなんだよ。真由美のやつ、母さんを施設に入れるって言うんだぞ。ひどいと思わないか？はぁ？別にいいんじゃないの？なんでだよ。優香はずっと家で母さんの世話をしてくれただろ。母さんがかわいそうだって思わないのか？プロにお任せするのが悪いとは思わないけど。プロって他人なんだぞ。他人に母さんを任せられないだろ。相変わらずだな。そう、実はタケルはマザコンなのだ。私も結婚するまで気づかなかったのよね。だって普段母親の話なんてしないもの。結婚してすぐお母さんが怪我で足腰を悪くして車椅子生活になった時に、当然のように家で介護しろって言われて驚いたっけ。当時私はまだ23歳で妊娠中だった。タケルは妊婦の私へのいたわりは全くなかったのだ。それに真由美と母さんの折り合いが悪くてさ、二人とも気が強いだろ。毎日言い争いでどっちの味方するんだって怒られるんだよ。ふーん。俺さ、やっぱり優香と一緒にいた時の方が幸せだったよ。お前は母さんによく仕えてくれたし、若いから子供も産んでくれた。真由美はもうすぐ40になるし、仕事があるから子供は作らないって言うんだよ。へえ。なんとか真由美とは別れるから、やっぱり俺とよりを戻さないか。やっぱり笑うの我慢できない。え？だって私の予想通りの結末になってるんだもん。ただせめて1年はかかると思ったのに半年って。早すぎでしょ。ゆうか？あのさ、私は離婚して心から良かったって思ってるの。あなたと結婚してた時は自分のことは何もできないし、一日中家事と育児と介護、奴隷みたいだった。やっと今解放されたのにまた奴隷になるバカがいると思う？奴隷って失礼な。前から思ってたんだけど、お母さんの面倒をどうして私や真由美さんが見なきゃいけないの？あなたのお母さんだよね。だってそんなの嫁の仕事だって母さんが言ってたし。大好きなお母さんなんでしょ。施設に入れたくないなら仕事辞めて自分で見ればいいのに。真由美さんが働いてあなたが専業主婦になれば解決じゃない。そんな男として恥ずかしい真似できるかよ。男として恥ずかしいって言うけど、真由美さんの方が稼ぎがいいんでしょ。なんでそれを知ってるんだよ。あ、やっぱりそうなんだ。そうかなって思って聞いただけよ。お前可愛げがなくなったな。ありがとう、褒め言葉と受け取っておくわ。じゃあ可愛げのない女との会話はここまでにして、大好きなママのところに帰ったら。ああそうかよ。お前にはがっかりだよ。私もがっかりよ。それにあなた母親のことは大好きみたいだけど、さっきから一度も娘の際のこと口にしないのね。父親として最低ね。あ、まあいいわ。サエもあなたのこと何も聞いてこないしね。もしかしたらもうパパの存在も忘れているのかも。じゃあもう二度と会わないと思うけど。ああそうだ、不倫してくれてありがとう。まとまったお金と自由をゲットできて今は幸せよ。タケルはもう追いかけてこなかった。悔しそうに睨みつけてくるだけだったので、私は満面の笑みで手を振るのだった。